ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、1999年の世紀末に登場以来、現在まで続いている大人気のガンプラシリーズである、宇宙世紀、つまりユニバーサルセンチュリーに登場するモビルスーツを、バンダイさんの最新技術でキット化してしまおうという、夢のようなガンプラシリーズなのだー。グフとは、ジオン軍が対モビルスーツ用に開発した、陸戦用のモビルスーツだよ。ジオン軍のモビルスーツでは、地上戦に特化した初の機体だったのですよ。当然、走行や機動性能もザクとは違うのですよ。機体色もかっちょいいブルーで、パイロットのラルさんも大人気。ガンプラブームではガキンチョの欲しいガンプラの筆頭だったのだー。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのグフは、2000年の4月に9番目のキットとして発売されたのですよ。値段は800円だよ。安いねー。でもねー、グフがキット化されるって聞いた時には、不安なことがあったんだー。過渡期の野郎、今度はちゃんとミミズを再現してやがるんだろうな。08正体のグフカスタムが、過渡期はじめさんのデザインなのは周知の通り、1998年6月に、このグフカスタムがキット化されてバンバン売れちゃったことが、ハイグレードユニバーサルセンチュリーシリーズが発売されるきっかけになったというのも周知の通り。なので、ヒートロッドじゃなくて、ヒートワイヤーになっちまうんじゃねえか。という不安があったんだよねー。まあ、グフカスタムよりはよくできているに違いねえ。なんて思っても、キットを購入するまではドキドキだったものなのさ。雑誌を参考にしようにも、このご時世では、バンダイさんの悪口を記事に書くも形詞もなくなっちゃって、単なるプラモデルカタログになっちゃった感があったからねえ。自分の目しか信用できねえ。そしてとうとう買っちまったわけですよ。割引なしの消費税 5% 分追加でねえ。なんせ、中身はまだ見ていねえ。模型屋のばっちゃんが、店の包み紙で放送してくれてる時間もドキドキもんだぜ。早速家に持ち帰ってご開帳じゃあ。そこには、昔懐かしのラルさんのグフはなく、なんか、グフカスタムをなんやかんやしたような、優等生のグフさんが詰まっていたんじゃあ。じゃあ、アレンジしすぎ、ヒップがバットなラルさんのグフじゃねえ。あえて言うなら、その頃のゲームに登場するグフみたいだったのさ。ハイグレードユニバーサルセンチュリーシリーズの、いわゆるファーストもののキットは、アニメ劇中のイメージが再現されてるはずなのに、このおつむが小さいプロポーションは過渡期版じゃー。まさに、グフカスタムからの逆算、不安的中、後発の量産型ザクと並べると、これじゃない感が半端ねー。こんなん、一個あや十分じゃー。とか思ってたんだけど、翌年、プレステ2のジオニックフロントに大ハマりしたもんで、大量買いしたんだよねー。プロポーションのアレンジに賛否が分かれるキットなんだけど、安くてパーツ数も手頃で、普通にただただ組んで楽しむにはおすすめのキットなのですよ。俺ももう何個組んだかわからねえ。パーツを全部ばらしとけば、見なくても手の感覚だけで組めますぜ。暗闇の中でもこれができれば、かなりのレベルのガンプラモデラーなのだー。当時の傑作キットには間違いなく、関節部はカバーのおかげでポリキャップが露出しないわ。上腕部にもロール軸があるわ。かつてのグフカスタムよりも、確実に進歩していたキットなのですよ。人によっては別の意味で名作だけどねー。グフカスタムの左手にあった穴っぽこがなくなったのが、俺的には嬉しかったりしたもんだ。しかーし、シールドが、なんかゴテゴテしすぎー。ヒート剣もアニメでは、ビームサーベルみたいに伸びてたんだけど、なかったことにしちまいやがったぜ。おまけに何？この銃、かっこいいじゃねえのよ。でも、グフには似合わないけどねー。後日、ザクのキットを中古で買ったら、中からこの銃が出てきたぜ。ザクに装備させるつもりが押し入れに積んじゃってー。とうとう中古屋に売られちゃったのかね。君、